11月29日の金曜日です。もう明日で11月が終わりなんだって。明後日からは12月だよ。早いね。っていうか寒いです。ここのところ急激に寒くなってきたもんで、本当にもうなんだろうな、全てが嫌になるぐらい寒いですね。暑いのも嫌だけど、やっぱ急に寒くなると本当になんか活動するのがもうめんどくさくなるね。よくない。まあでも明日は土曜日だし、頑張っていかなきゃな。っていうか今日ポケモンの発売日だったんだよね。ポケモンの新しいデッキ、ポケモンの時代が変わった。禁止制限は今日から変更なんだって。今日から変更なんだって。うん、だからもうどんどん新しいのが、で古いのは売れなくなっちゃうんだって。500円デッキってもう禁止なんだよ。すごくない？まあいろいろね、難しいこともありますね。とまあそんな中、明日土曜日はですね、いよいよ皆様待ちに待ったトルフレ CS、 トルネードフレームさんが初の主催の、CS が、隣、狭山市ブックアイランド狭山台店2階ディスクさんの方で開催になります。大人気なんだって。うん。でね、それのために状況というかこちらに埼玉に来た子たちが実はもう前日入りしてるわけじゃん。で今日遊びに来てくれてるんだよね。結構香川県から1人、京都から1人、愛知県からも来たけど、まああれはまあまあいいやいいやとかね。そんな感じで嬉しいですよ。ついでに寄ってもらえるっても本当にありがたいんで。だから明日の本番の CS でもさ、例えば最初もう3連敗とかしちゃってもう嫌になっちゃったなと思ったら、そのままうちに来てくれてもいいんだよ。うん、せっかくだからついでだから寄ってみてください。あと明日トルフレのメンバーかなり10人以上来るとかいう話も聞いてるんで、結構大阪チームと東京チームがいるんだよな。で結構その10人も集まるのは珍しいことだって話聞いてるんで、ぜひみんな直接触れ合ういい機会だと思うんで行ってみてください。はい、あとは、トルフレに関して言うと、じゃん、はい、お待たせしました。トルネードフレームスリーブ全2種、こちらも、当日 CS 会場で販売になります。それ以降ね、うちの店でもこれ店頭で販売していくんで、まあ当日 CS 出れない子たちもね、ブックアイランド入間店の方、あと狭山台でも売っていくと思うんだけどね、どちらかの方では店頭で買えるんでご期待ください。ネット販売もまあそんなにお待たせしないうちに徐々にやっていこうと思ってるんでね、そちらも、ぜひご利用ください。はい。あと何かあったかな。あと何かありますか、マッティさん。出来事は。ないです。ないです。ないらしいです。はい、マッティさん。うん？編集忙しそうなんです、今ね。はい。というわけでした。じゃあ明日はみんなね、トルフレ CS 行っちゃって、入間の店は昼間暇かもしんないですけど、まあ負けてすぐにせいやとかみんな帰ってくるだろうから、うん、まあはい、ぜひ負けた人はぜひうちの方に来てくださいね。ということでした。じゃあトルフレ CS 新発売おめでとうございます。ではではでは。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。